週間の天気をお伝えします。18日木曜日にかけては日差しが届くところが多いものの、19日日曜日になると広い範囲で雨が降る日が多くなります。特に太平洋側は沿岸部を中心に強い雨や大雨となる恐れもあります。レイングッズや防災グッズなど早めに雨への備えをしておくと良さそうです。またこの先は各地で気温が上がり、30度以上の真夏日となるところも多くなります。湿度が高く蒸し暑くなるため、衛生管理や体調管理にお気をつけください。また来週になると沖縄では晴れる日が多くなり、梅雨明けの可能性があります。以上、週間の天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。